達障害って何って思います。何もよく分からなかったら思うじゃないですか、うんうん、発達障害は文部科学省が定めている定義は、話す聞くそして、読み書き、計算推論この力が、特異的に劣っている、困難さがあるっていう、そして脳の中枢神経の機能障害っていうふうに言われています。でもちょっと小難しいんじゃないですか、うん、だから、こういうふうに言ってるお医者さんもいるんですね。発達障害とは平たく言うと発達の凸凹。例えば有名な方だったらトム・クルーズ、はいはい、トム・クルーズも発達障害なんですよ。へえ。でトム・クルーズの場合は発達障害の、には大きく3つあるんです。トム・クルーズはこの青の LD って言われるところ学習障害です。学習障害、うん、そしてこの中にもいろいろあるんですが、トム・クルーズの場合は読み障害、ディスレクシアって言います。なので台本を覚えないといけないですよね、俳優さんだから、うん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 、その時どうしてると思いますか。見て演技中に。なるほど、おーおー見てるいや、すごいいいとこついてます。ほうトム・クルーズってセリフを覚えるときに読んでもらってるんです。あー、なるほど、うん、読んで、耳からの情報でセリフを覚えて演技してるんです。すげえ。今のトム・クルーズの例で言ったら、トム・クルーズのデコが耳、うん、聴覚入力が長けているってところ。ほうほうほう。で、ボコが視覚的な、例えば文字あいうえお、これがディスレクシアのお子さんはどこ、こんな風に文字がバラバラになったり重ね文字になったりっていう見え方をしてるんです。へえ。これが学習障害です。これがデコボコのボコ、部分ですね、うんうんうん。でもこれだけじゃ発達障害って言わなくて、うん、発達のデコボコプラスこれです、うん、適応さ、あ、不適応。ちょっと一つの例を出しますね、うん、これは室町時代の、つれずれ草、はい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 、の一文です、はい、読みます、はい、この僧、このお坊さんですね、うん、お坊さんは容姿も優れて、うん、力も強く大食いで、うん、聴覚と、ことも上手であり、うん、学問にも長けている、うん、世間を何とも思、しかし世間を何とも思っていない変わり者で、うん、何でも勝手気ままで一向に人を人に従わない、うん、自分の食べたい時には夜中でも明け方でも食べて眠くなると昼でも部屋に鍵をかけて閉じこもっているというわけで、うん、どんなに大切なことがあっても人の言うことを聞き入れない、うん、目が覚めるとなると幾夜も寝ないでいい気持ちになって悠々と歩いたりするなど世間並みでないところがあるけれども、人に嫌われることもなく全て何事も勝手気ままに振る舞っている、また振る舞っていることを許されていた、徳が達しているためであるか。これは ASD、自閉、今はアスペルガー症候群とか高機能自閉症とかが統合して自閉症スペクトラム、なんか聞いたことある。この自閉症スペクトラムの日本最古の報告、一番最初に行われた報告っていうふうに言われています。つれずれ草か。つれずれ草がです。へえ。で今お話ししたお坊さんって不適応さないじゃないですか、うん、みんなにも認められて、うん、こういうのを発達障害とは言わなくて、発達のデコボコプラス不適応さ、環境に適応できない、社会に適応できない、
例えばトム・クルーズの例で言うと文字が見えないこと、読めないことが不適応さが起きている、うん、学習面で、うん、こういうのが発達障害の定義としてあります。この動画がいいなと思った方はグッドボタン、そしてコメントをいただけるといろんな方に私の動画が届けられますので、どうぞよろしくお願いします。チャンネル登録お待ちしております。